こんにちは、トリカラチャンネルです。ベランダに置いてある植木鉢の中に野生のヤモリがはまっていました。速攻ウユの発達からして男の子ですね。あと頭部の大きさからしてもう成体かな。そして皮膚がとても綺麗ですね。推定2歳くらいじゃないでしょうか。ここであったも何かの縁。とりあえず逮捕じゃ。お、元気は良さそうだ。意外ながら噛みつきませんね。珍しいと思います。健康状態は良好ですね。透明な入れ物に入ってもらいましょう。ちょっとごめんね。じっくりと観察させてくださいな。この子は精神的にかなりタフなのかもしれません。なぜかと言いますと、人間に捕らえられて狭いケースに入れられた状態で、ご覧の通り体色が白っぽいまんまなんですよ。どの生き物にも個性ってありますよね。解放する前にレッドローチをプレゼント。カルシウムとマルチビタミンの粉末をつけてぶち込んでみました。ヤモリの捕食シーンってなかなか撮れないんですよ。それじゃあ元気でな。